みんな、最新の AI 技術を試してみたい。今日は AI と人間の未来について話してみようぜ。まず、AI が人間の仕事を奪って心配してる奴らいるよね。でも、大丈夫。AI が単純作業をこなす一方で、人間は想像力や感情のある仕事に集中できるんだ。つまり、AI と人間はコンビネーションで最強チームを作れるんだ。それに AI は教育にも活躍するんだ。もし宿題に行き詰まったら、AI が教えてくれるよ。でもさ、教師の存在は欠かせない。AI は知識を提供するけど、人間の温かさや指導力は AI じゃ代替できないんだ。未来では、AI が私たちの生活をもっと便利にしてくれる。例えば、自動運転車やスマートフォーム。でも、AI に頼りすぎると、我々の能力が退化してしまうかもしれない。だから、常にバランスが大事なんだ。つまり、AI と人間はお互いを補完し合う関係なんだよ。未来はハイテクと人間の温かさが融合した世界になるかもしれない。楽しみだね。